どうも、鬼メンタル国坊です。今日も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございます。皆さん、秋の行政書士記の勉強、いかがおすめでしょうか。ところでですね、新しい内閣がスタートしましたということで、今日は元気に民法ではなく、憲法及び、まあ、一般知識かなあ、ちょっと確認してみたいと思います。ということで、内閣総理大臣、内閣の発足について、えー、軽く。 確認してみたいいと思います、まあ、ご存じい方はこれを機にチェックしてみてください。えー、問題は3つですね。はい、1つ目、えー、内閣はあ何人で、えー、組織されるのかどうか、はい。2つ目、新しい内閣総理大臣の、まあ、選任組織、組織の方法はって言ったらいいかな、これは内閣法2条およびまあ憲法6条があパッと出てくるかどうかですね。 で最後、えー、菅内閣はあ何代目かどうか、第何代目なのか、はい、答えいきません、はい、はい、答えはこちらです、えー、まず一つ目、内閣総理大臣および国務大臣14人以内で、えー、内閣は組織されます、14という数字がキーワードですね。 でですねまあ、特別な事情があるときはプラス3人の17人にできることができます、14人から17人以内、えー、さらにですね、ちょっと内閣のホームページで調べたんですけど、まあ内容はもうちょっとつらつらと長いんですけども、要はですね、えー、略しますと、東京オリンピック推進本部が置かれている間は、14ではなく16人以内となっておりました。 なので16人以内に特別な事情があるときはプラスさんの19人以内になっておりました。まあ、ここまで通ってくるのかどうかですけどね、行政処士試験、はい。で、2番目はですね、この内閣の組織、組織かあということで、答えはですね、国、え、会、ー 国会があ指名します、えー。内閣総理大臣は国会が指名。国会が指名。これが内閣法の2条か。国会が指名。そして、えー、天皇が任命。こちらは皆さん、マスそですかね。天皇が任命。これがあ憲法の6条か、まあ。憲法の6条には、あ天皇のお行,行為として、えー、つらつらとありますあ。6条じゃなくて7条だったかな。 その前の6条に、えー、内閣の内閣総理大臣の任命が書いてあったのか、はいえー。ごめんなさい、間違いだったら。ということで、えーえー、3問目は、これ、第99代目の内閣ということで、まあ、これはもう、99、筋、えー、もうパッと覚えましょう。はい、ということで、えー、今日は内閣内閣総理大臣。 新しい内閣が発足したということでまあちょっとイレギュラーな企画ですけども内閣あたりをちょっと軽くチェックしてみました。ということで皆さん明日元気にお会いしましょう。